通に働いてた、うん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 、人というかお母さん、うんうん、主人から、うん、政治家を目指そうと思ったので、あの直接のきっかけは私保育園を落ちたんですよ。育休を取ってて復職をしようと思って保育園を、まあ、仙台市に申し込んで、12月に申し込んで4月に復職だったんですけど、3月にペラッとあなたが申し込んだとこ全部入れませんっていう通知が来て、でと思って、そこからあの探し回って探し回って、最初無認可でお世話になったんですけど、その後、まあ、会社で、まあ、労働組合の会合で当時の女性の国会議員岡崎富子さんがいらっしゃって、こう政治の話をされたんですね。で、政治って興味あるって聞かれて、全く分かりませんと全然私はあの政治っていうところと接点というのはなく過ごしてきました。ただ仙台市があまりにも子供に冷たくて、子育てを頑張ろうとしてるママパパにものすごく冷たい町だということを経験をして、もうこの仙台市だけは何とかしてほしいと思いますという話をしたんです。そしたら岡崎富子さんから、その声はあなたが出さなきゃ変わらないって言われたんですね。今の議会構成だったりとか、今その当時の社会情勢ではそんな声は議会では出てこないよ、あんたが言いなさいって言われて、あ、そうなのかと、あの頃はこう結構純粋だったので、あ、私がやんなきゃと、その思いでガーッと進んだんです。今考えると結構無謀だったなと思うんですけど、でもやっぱりそのくらい声を出さなきゃいけないなっていう思いに駆られました。それが直接的なきっかけです。実際市議をやって、やっぱり自分が思ってた岡田文子さんから声を上げるって言われたってことは違うイメージがありました。あの一番最初は、まあ、議会に行って、仙台市保育園足りません、子育ての予算が全然足りません、当時はまだやっぱりあのハードの建設費の方が圧倒的に予算も高くて、なかなか仙台市、政令市比べても子育てとか福祉予算って少なかったんで、保育園足りませんって言ったら、あんたがここに来てるから保育園足りなくなるなって、うちに帰って子育てしてろというあのちょっとヤジをいただきまして、今だったら絶対ツイッターでつぶやくのにと思ったんですけど、まあ議会がまだまだそういう状況なんだなって、10年遅れてるなと思ったんです。そのリアルタイムの情報を議会に届ける、行政に届けるのがやっぱり今の時代の人なんだなっていう思いに逆に駆られました。はい、仙台市はあの子育て予算、実はあの当時、政令指定都市でも、ワーストに近く少なかったんです。高齢者予算はものすごい取ってたんですが、子どもとか教育とか子育てとか、そっちは予算枠がすごい少なかったので、政令市の真ん中ぐらいは行こうよっていう思いはありました。まずはあのこの議会の先輩方を説得するのが私の使命なんだと思って、それぞれあのこれはもう全然政党関係なく先輩方にアプローチしましたし、まあ、保育園もおかげさまで予算を一生懸命獲得する努力はしました。あとですね、仙台だとノビスク仙台っていう子育て支援広場があるんです。あの、小さいお子さんを連れてフラッと街で立ち寄れる場所で、ここをなんとか作りたいと思って、あと広瀬通りに1箇所できて、で今各区に全部できたんですけど、当時もあの特に専業主婦の方、家で子育てしてる方を対象しているので、家で子育てできる環境があるのに、なんで税金使って外にわざわざそのための場所を作んなきゃなんないんだっていう反応から来たんで、いやいや家で子供と煮詰まることの大変さって分かりますかっていう思いで、もうそれぞれ説得をしました。で、大体お孫さんが生まれるとコロッと変わるという経験はしました。はい。でもやっぱりそれを言う人が今まで誰もいなかったんだなっていうところに自分の使命があるなっていうのを改めて思いましたね。やっぱり震災はもう2つあって、1つは今までの生活レベルがワンランク、やっぱり全ての方々が下がった。で、その時に今までもギリギリのラインでいる方々、これ高齢者の一人暮らしの方だったりとか、あの経済的に困難な方々とか、こういう方々がやっぱり自分たちでは暮らしていけないってなりました。ここにしっかり手立てをしなきゃいけないっていうのは震災の時直後から思いました。もう一つは
の権限が現場にないというジレンマでした。の災害の時は、まあ、国そして県が政令市といえども県がの対応する権限を持っていて、政令市の仙台市でも権限がないんですね。で仙台でも内陸部と沿岸部で起きてたことって全然被害状況違いますし、ましてや福島と宮城で起きてたこと全く違うのに、まあ、当時は民主党政権ですけど、情報も上がっていないところで国が判断するっていう怖さというところも経験をして、震災があるからこそなおさら現場に権限を持たせなきゃで、国は財源と人材の確保、ここの支援に徹底してほしい、そういう思いがありました。あの当時はもう本当全国からいろんな方が来てくれて、もうやっぱり心強かったですよね。あ、こうやって見てくれる人がいるんだ、気にかけてくれる人がいるんだ、そう思うだけでもう全然やっぱり気持ち違いましたね。国の役割と県の役割と市の役割がこう、なんか硬直化してる部分もあると体験されて、その時にはどうやって変えていったらいいのか、何を変えていくか。一つはですね、まあ、あの当時民主党政権で良かったなって思うのは、制度を新しく作ったりとか動いてくれたんです。特に仙台はあんまり知られてないですけど、宅地被害が、団地が崩れてもう何十軒という家が傾いたりとかしたんですけど、みんな目は津波の話ばっかり、あるいは原発の話ばっかりだったんですが、宅地被害がありました。でも私有財産なので税金は投入できませんっていう、まあ、当時の国交省の解釈だったんですけど、これをもうアプローチしてアプローチして現場を見に来てもらって、当時、まあ、枝野官房長官でしたけど、現場に来てもらって、いやこれ自力で直せますか、これ 自己責任ですかって訴えて、宅地活動崩落緊急対策事業というのができて、まあ、面的に地滑りを直すっていうところに税金投入できたんですね。それからグループ化補助金という、事業者さんがやっぱり経営が危機に陥った、震災で壊れて、でも企業プライベート企業には税金投じられないっていうところを、そのサプライでとか、あるいは地域で面的に事業活動をすることにはお金をつけましょうって判断をしてくれて、そういう意味でいくと柔軟に一定程度判断をしてくれたっていう思いはあるんです。もしかしたらこれ官僚だけが主体の政治だったら、多分前例がありません、阪神大震災の時でもやってませんっていうことになったのかなと思うので、そういう意味でのこの柔軟さっていうところは あの当時の民主党政権でできた部分じゃないのかなと。あと串の葉作戦って言って、沿岸部を、私も沿岸部の被災地まで入れたのって1週間、まあ、以内だったんですけど、幹線道は車が通れるんですよ。全部津波来てるのに、もう3日ぐらいで救急車両が入れる道路を全部、細かいところはダメですよ、周りがれきだらけですけど、でも幹線の道路、これ当時 の国交大臣が現場にも権限を下ろしてくれた、まず現場でやれと、あらゆることを全部サポートするっていう判断してくれたんで、そういう現場に権限を任せるっていう信頼を置いてくれたこと、あと柔軟に制度考えるよってやってくれたこと、これはあの時の政権で、あの時の、まあ、私たちがリアルタイムでひたすら情報を上げた部分もあるんですが、その現場の情報を上げる役割と柔軟な判断をするっていう役割、災害だからこそ必要だと思います。今回のコロナも本当は災害という前提でやればもっとできることあると思います。あと現物支給っていう論理ですよね。で例えば住宅失った方で、まあ、仮設住宅、あとみなし仮設住宅っていう普通のアパートとか自分で家を構えて引っ越した時もみなし仮設としようっていうのも、それも東日本大震災の時にできた制度なんですけど、あれ もう自力で頑張ったらもう家賃補助だけでいいじゃないと、県がオーナーと大家さんと契約を交わして、こんな条件を全部クリアしてるかチェックをして
金額家賃の上限が大丈夫なのかどうかとかチェックしてからじゃないと提供できないとか、こういうのも現金支給の制度を使えば家賃の補助だけで済むんじゃない、それだけ災害の時早くできるっていう部分も必要なんだと思うんですが、こういうのもまだずっと議論が止まったまんまですね。あと避難所にペット連れてくるとか、あるいはあの小さい赤ちゃん連れてきたとか、障害を持った方が来たとかっていうのも10年前も課題があって、マニュアルも全部直したはずなのに、他の千葉で台風があった時ももう一回同じ問題が起きるとか、非常に残念に思ってます。教訓をちゃんと生かさなきゃいけないし、その普及をちゃんと私たちがもっと担わなきゃいけないなって思ってます。千葉だと学ぶ苦しいことですか。そうですよね、そうなんですよ。もう本当に、で、炊き出しとかも未だにこのプロパンガス1個しか避難所ないんですよね。10年前これ1日半でなくなっちゃったんですよ。でもガスがないんですよ。だから例えば小学校、今都市ガスですけど、都市ガス止まっちゃうじゃないですか。もっとプロパンをね、学校に避難所に置いとくと、もう1週間想定する、1ヶ月想定する、そういうこともできると思うんですけど、未だに何も変わってない部分がまだまだありますね。現場というのを長いか、その感覚というか、はいはい、どんな気持ちだったのかというところですね。まあ、本当にもう人生の大決断っていう感じでしたね。もともと民進党で、郡和子さんの後チャレンジをしようということで、まあ、それも本当に郡さん市長になったのが7月の選挙で8月なので、その後を受けてっていうことだったんで、準備をしていたところが、まあ、自分からが出る党がなくなるという衝撃のニュースがあって、えっていうところでした。で、私目的はやっぱり二大政党を作りたいという思いはすごくあるんですね。やっぱり権力を持った方がダメだった時はちゃんと受け皿があるよ、こっちがダメだったらまたこっちの選択があるよっていう二大政党を目指したいと思っていたので、まあ大同小異という部分もあるのかなと当時は思ってましたけど、実際枝野代表が決断をして、でじゃあ自分はどうしようって、その時に立憲、枝野さんのグループも排除されましたけど、候補者としては私も排除されたんですね。で当時希望の党のリストは宮城は私じゃなくて別な同じ市会議員の同僚の方が突然出るっていう話になって、まあ、それもえっていうことでしたね。ただ皆さんからも無理するなと、無理するな、こんな混乱の時に出て人生どうするんだって言って逆に引き止められたんですけど、冷静に考えると自分が投票する先がないと思ったんです。私が引いた時に出た候補者を見た時に、ちょっと申し訳ないけど私じゃなくてって言ってた希望の党の方に、自分の講演会とか自分を応援してくれてる方含めてこの人に託すと私の口からは言えなかったんで、もう腹をくくって投票先の一つになろうっていう思いでチャレンジをしました。やっぱり選択肢があるよっていうことに対する期待感っていうのはありましたし、まあ当時でいくとね、やっぱりおご、排除の論理ということでおごった政党を支持するっていうのは仙台市民の思いとは違うっていうところは感じました。ただですね、最後の最後、台風で大雨で、土曜日ですかね、会える前で期日前投票やってる真ん前でやってたんですが、2時間待ちになっちゃったと、投票が。だから悪いけどもうちょっと用事があって2時間も待てないんで、明日はどうしても投票行けなくて気持ち悪いけどごめんね頑張ってっていう方が何人かいらっしゃって、って思いました。やっぱりその天候に左右される部分もありますけれども、ただやっぱり最後まで伝えきる、台風を押してでも投票に行ってくれっていうところの最後の最後に押し切る強さがまだ足りなかったのかなと思いました。
まあ、4年間という任期務めさせていただいて、まあ、最初からね4年ちゃんと任期あるよと、その間解散ないよとなれば本当はもっとじっくりやりたいことたくさんあったな、やっぱりこれは衆議院のやっぱり宿命なのかなと思ってはいました。で一方で国政に行った時に、まあ、ちょっと残念ながら、まあ、特に安倍政権だったので官僚の皆さんが国民の方を向いていないというところがやっぱり衝撃でした。すごく官邸の顔色を伺ったようなもう露骨な態度で官僚の皆さんが仕事をしてらっしゃるというところが残念でなりませんでした。で市会議員の時は、まあ、少なくても直接の行政サービス持ってるのもあって職員の皆さんその十分不十分はあるにしても市民を向いてますという姿勢は持ってたと思うんですが、それがちょっと残念ながら国政に行くと全くその姿が見えない。それから制度もやってます、こういう制度やってますっていう説明をしてくれますけど、やった結果ちゃんと浸透してるのか、制度使えてるのか、この制度の効果がちゃんとあるのかっていうところは全く検証してないっていうところにやっぱり衝撃を受けましたね。だから私とすると現場で制度が、まあ、必要な制度の場合使われているのか、使われた効果を見ているのか、なんで使われないのか、そこのところをこう意識して、提言というか質問とかでも子どもに、まあ、子どもとか若者に大胆に投資する社会に転換をしたいなっていう思いはすごく持ってます。やっぱり子どもたちが未来を感じられなかったら日本の将来はないと、そのぐらい深刻だと思っているので、やっぱりそこの大胆な発想の転換って必要だなと思ってます。でちょっと残念ながら、まあ、今新総裁になって本当に子ども庁ってどうなるんだろうと心配してますけど、一時期子どもの省庁を作るっていう話を与党の中で出た時も残念ながら幼稚園と保育園を一緒になればいいんじゃないかぐらいの、子どもっていうと本当に5歳児までぐらいの枠で考えてるとか見え隠れしてるので、そうではなくてもう本当に18歳まで、もしかしたら18歳を超えてもなお支援が必要だったりとか課題が必要だったりとか、自分の力じゃまだまだ厳しいところって今の日本って特にあると思うんですが、ここをちゃんと支えきる、そんな制度を作りたいと思って、まあ、子ども総合基本法という法律を国会に出してます。これなんとか成立をさせたいなと思ってます。切れ目なく若者まで、若者も20歳とかに区切らずにその先もっていうのを歌ってることと、まあ、子育てを頑張ってるお母さんお父さんママパパを徹底して応援するために児童手当を18歳まで拡充するとか、あと大学専門学校の学費を下げること、今高校は民主党政権の時無償化踏み切ったんで、やっぱり次の選択肢っていうのを経済に左右されない子どもの意思で選択できる社会を作りたいなと思ってます。子どもの貧困っていうキーワードも実は民主党政権の時初めて使った言葉なんですよね。それまでは日本に子どもの、まあ、貧困層はいないと、ましてや子どもの貧困っていうのはないっていうのが当時の、まあ、政府の判断なんですね。で貧困イコールストリートチルドレンみたいな感覚でいるようだったんですけど、まあ、家は下手したら家すらないお子さんも今コロナの影響特にありますけど、見た目は服は着てる、でも実は今の子どもたちが持ってるもののほとんどを持ってない、まあ、オンライン学習の時なんて最たるもんでしたけど、家に通信環境がないとか、あるいはその食べるものが1日1食だったりとか、まあ、給食が唯一の食事だとか、そういうところに今まで目を背けてきたことが大きく影響してるんだと思います。ここにちゃんと光を当てることで、よく生活保護使ったらいいじゃないかって言うじゃないですか。でも生活保護のハードルって本当に高いですよね。まず車手放さなきゃいけない、この間言われたのは保険を全部解約しろと、それも資産だから解約しろって言われた。でもご本人はここ半年1年お世話になったらもう一回自立してちゃんと仕事を得たいと思ってて、今までずっとかけてた子どものための保険だったり自分のための
自分に何かあった時のための保険を要は10年20年かけたのを全部チャラにしてもう一回ゼロからやり直せみたいなハードルの高さっていうところがものすごく課題だと思います。もっと生活保護を使いやすくして、まあ、3ヶ月半年お世話になってまた頑張りますっていう制度ができるだけでも全然違うと思うんですよね。私はね、申請主義から脱却できないかと思ってるんです、デジタル で今例えば子供が生まれたら児童手当、支給あるんですが、本人が、まあ、これ申請自体はねオンラインでもできるようになると思うんですが、窓口に行って子供生まれました、児童手当くださいって言って初めてじゃあ来月から支給しますなんですよね。でもこれだけデジタルが進んで行政の中に、まあ、マイナンバーをキーワードにそのデータの紐付けができる可能性があるじゃないですか。で、出生届が出ました、おめでとうございます、来月からあなた のお家に児童手当振り込みになるから口座番号を教えてくださいって行政からアプローチすれば、子供が生まれたことを仙台市が喜んでくれるんだ、ありがとうで済むんですけど、またくださいって言いに行かなきゃいけないっていう手間暇っていうのはデジタルではものすごく変わると思うんですね。あるいは母子手帳だって今冊子なんですけど、これ規約で、破れないように紙の場合は紐でくくりつけろとまで詩を書いてるので紙の媒体だっていう前提になっちゃってるんですが、これデジタルでやった時に母子手帳ってママだけ持ってるものじゃなくてパパだって共有すれば一緒に見れて、子供は子供で自分の母子手帳をずっと見ることもできるじゃないですか。こういうことにこうつなげていくサービスの実感が伴うよっていうのがデジタルの最大の魅力だと思うんですけど、それを使いこなせてない行政っていうところに今まだ課題があると思ってます。だからサービスがあなたに届いてますよ、何もしてなくてもあなたにサービスが届きますっていうことができるように、さらにこのデジタルを使ったメリットっていうところを作っていきたいなと思って、今のは単なる紙をデジタルに変えて行政の作業が多少楽になりましただけのデジタルにしかなってない。ただその個人情報の取り扱いとかね、自分が望まないところの拒否権っていうのはあった方がいいと思います。ただその全て行政サービスで何でも私にくださいと、いや税金を納めてんだから当然の権利だろうと思ったり、国民である以上当然の権利があるはずなのに、行政サービスを受けさせてくださいという申請をしなきゃいけない、この行為がデジタルだったらもう絶対変えられるものなんですね。前まで窓口に来るからくださいっていう発想になる、嫌な人はそこで拒否する。あ、そう、だからいや来月から児童手当おめでとうございます、来月からお子さんの分児童手当つきますよ、嫌な人は言ってください。本当はその定額給付金も2回目やろうと思えばすぐできるんで、はい、1回手続き取ってるんでもう1回定額給付金っていう発想あっていいと、うん、またもう1回くださいとかねやる必要なく、いや自治体はねやっぱり底力は持ってますよ。持ってると思うんですよ、はい、僕も、はい、今回だって成功しても自治体の方が上がるんですよ。そうですね、確かに給付金とか、うん、家賃も、はいはい、自治体がやるとすごくそうですね、うん、なんならね玄関先まで市長が届けに行きますよみたいなこともやってましたもんね。もともと黄色は好きなんですけど、ですね、幸せの黄色いハンカチという映画があるじゃないですか。で、まあ、私子供の頃のあれですけど、やっぱり黄色って幸せを読み込む色だなっていう思いと、幸せの黄色いハンカチの映画でそのどんな背景がある人だろうが幸せをこう求めていいんだよ、幸せになっていいんだよっていうのをあの映画の印象がすごくあって、やっぱ黄色っていう色にすごいこだわりがあるんです。あ、はい、そうなんです。それをところがですね、この間大学生と話をしてて、まあ、黄色っていう話をしてたら、その幸せの黄色いハンカチっていう映画があってねっていう話をしたら、
ごめんなさい、その映画が分かりませんって言われて、だって本当だよねって。倍以上違う。そうそうそう。高倉健という俳優さんがいてねっていう話から今説明をしてます。